ピーター・マーク、ロジェピーター・マーク・ロジェは、医師、生理学者、自然進学者、辞書編集者である。1852年に出版された、英語国宝典の編集者として知られる。ロンドンで生まれた。父親は、スイス人の牧師である。両親を早く失い、親族を自殺で失い、うつ病に悩まされる人生を送った。子供時代から、リストを作るのに執着していたが、 類語辞典のための言葉のリスト作りは、うつ病から逃れるための努力でもあったとされる。エディンバラ大学で医学を学び、1798年に卒業した。医学教育の分野に関心を持ち、1805年に創立されたロンドン医学外科学会の設立者の一人となり、事務局長を務めた。1834年に、 王立研究所の生理学のフラリアン教授職に就いた。研究分野の業績は多様で、回転する車輪のリムが一定の回転速度で止まって、見えるという視覚現象の説明に、残像効果という用語で説明をしたことや、対数弱を用いて平方根を求めるための計算弱の改良などが知られている。第8代ブリッジウォーター伯爵。 フランシス・エジャートンの残した資金で出版された八つテーマの論文の一つ自然進学から見た動植物の生理学も1834年に出版しブリタニカ百科事典の記事も書いた1840年に公職から引退し1848年頃から自分の記憶を永続化させるために類語辞典の出版の準備を始め1852年に 最初の版が出版された。存命中に12版が出版され、没後息子のジョン・ルイス・ロジェや孫のサミュエル・ロミリー、ロジェによって、造法、改定が続けられた。ロジェは1838年に設立された、ロンドン大学の設立に貢献した。有用知識普及協会、ザ・ソサイティ・ホー・ザ・ディフュージョン・オブ・ユース・フル・ナレッジの設立者で多くの手引き書の出版を行った。 ありがとうございます。